日本語コンテペイ。日本語コンテペイ、子供も言ってます、ね。日本語コンテペイ。皆さん元気ですか。今日は夜の雰囲気。飲み屋について。はい、皆さん。こんばんは。日本語コンテペイ。スナックの時間ですね。皆さん元気ですか。僕は。 元気ですよスナックスナックというとなんかポップコーンとかねこの前のりこさんとも話しましたね、えー、ポップコーンとかあとは何スナックといえば何ですかね皆さんスナックといえば何だと何が思い浮かびますかまあまあなんかこう タコスとかブリッスとかそういうのですかねスナックケバブとかちょっとお腹が空いた時に食べるものでもちょっとお腹が空いてる割にはケバブとかブリトーとかちょっと重いですよねまあスナックというとどんな感じもっとスニッカーズとかチョコレートバーとかでも僕のバーでチョコレートなんか 出すすわけないですよねチョコレートバーチョコレートバーじゃなくてお酒が飲めるバーの話を今日はしたいと思います。というわけでスナックというのも実は食べ物のことじゃなくてスナックというのは日本のまあまあバーみたいなもんですけどね大体スナックには女の人がいますね。 そして女の人でもちょっと若くない女の人がいることが多いですね。それをスナックと言います。なぜスナックと言うんでしょうかね。僕はね、実はスナックには詳しくないです。僕は今年39歳。スナックに行くには、まだ早い。多分スナックに行くのは、 僕のお父さんぐらいの年の人ですかね若くて50歳50歳だとまあまだ若いぐらい60歳ぐらいの人がいくかもしれないですねスナックお酒を飲むところ日本にはいろいろなタイプのお酒を飲むところがありますねまずは居酒屋 居酒屋は友達と一緒に行ったり、僕が初めて居酒屋に行ったのは大学生の時、18歳。はっきり言ってイリーガルですね。だけど、大学生で18歳。で、18歳でお酒が飲めない。だけど、20歳ではお酒が飲める。ちょっと変な法律な気がしませんかどちらかというと、じゃあ大学生はもういいよ。 18歳から大丈夫っていうふうに言ってほしいですよね。18歳の大学生はダメで、20歳の大学生は OK。ちょっと変な気がしますね。まあとにかく僕が初めて居酒屋に行ったのは18歳。そうですね。最近は、あの、お酒を飲まない 人ででも居酒屋に行くみたいですよ例えばね子供とか例えば家族で居酒屋に行くとかあるらしいですねまあいいんじゃないですか子供だけ飲まなくてねお父さんやお母さんが飲めば全然いいんじゃないですかね僕はスペインにいた時にバルによく行きましたね子供と一緒にっていうか赤ちゃんの時ね僕の子供がまだ赤ちゃんの時に バルルルって僕ははビール子供はミルク<ん>悪くないでしょ両方とも嬉しい両方とも美味しい両方とも楽しい子供はミルクとクロワッサン僕はビールとうん何ですかねパタタス・ブラバスとか。パタタス・ブラバスというのはフライドポテトみたいなまあチップスですよねイギリスでいう。 アメリカでいうと何フレンチフライみたいなのにまあちょっと美味しいソースをつけて食べるんですね美味しいソースなんかいろいろ入ってるんですねあれねだけど結構美味しいです、うん、あの僕が多分一番食べたスペイン料理ですねパタタス・ブラバスまあ他の名前 他のあのパエリアとか食べるんですけど、やっぱり、まあ週末に2週間に1回ぐらい食べる。まあ1ヶ月に1回ぐらいだったかな。実はね、パエリアはそんなによく食べる食べ物ではないです。それに比べてパタタスブラバスは、まあ、パタタブラバス。ね、パタタブラバス。パタタブラバスは、まああの、 まあバルに行ってビールを頼んだらまあ一緒に頼みますよね。で子供はミルクを飲んでいる。子供はクロワッサンを食べている。僕はあのパタタスブラウスでエストレージャーもしくはモリッツのビールを1本飲む。1本飲んだら2本飲む。2本飲んだら3本飲む。でもそれぐらいでやめといた方がいい。なぜなぜら僕は 子どものバギーというかベビーカーというかそれを押して坂道を上がらないといけないからバルセロナには坂道が多いほとんどの人は坂の上か下かに住んでいるとにかく坂を上がらないといけないんですよ大変でしたねビールはねエナジードリンクと思ってたら結構ね1本目はエナジードリンク だだけど本本目3本目を飲んん頃にはちょっとエナジーがなくなくるんですよね。もう眠いもうだるいもう帰りたい帰りたいけど帰られない帰りたいけど帰れない元気がない帰る元気がないこのまま公園で寝ちゃおうかでも子供は寝ているけど子供と一緒に公園で寝るようなお父さんダメでしょ というわけで頑張って家に帰りまあ家に帰ってからはまあ眠ることができるかと思えば子供が目が覚め子供の目が覚めて子供が起きてしまうんでまあ一苦労そこからあるわけですよ。とにかくあのスペインでもねバルに赤ちゃんと行ったり普通ですよバルに子供と行ったり同じように日本でも居酒屋に行って お父さんやお母さんはビールを飲んだり子供はオレンジジュースを飲んだりまあそういうことができる居酒屋もあるみたいですけど基本的には居酒屋は大人のものですね悪くないですね基本的に大人のもの僕はそういつも子供の世界に最近いますね子供と一緒に「ハリー・ポッター」を読んだりだけど僕は大人なんだ 俺は大人だぜ。というわけでやっぱり大人のトピックを話している時が楽しい。もう「ハリー・ポッター」の話なんかしたくない。ヤクザの話や。<laughs> ヤ,クザヤクザが大人とは言わないけどまあフィクションの中のヤクザの話とかそういうのをするのも悪くないでしょう皆さん。というわけでまあ居酒屋これがエントリー。 エントリー飲み屋ですよ。飲み屋というのはお酒が飲める場所。エントリー飲み屋は居酒屋。そして、居酒屋に慣れてきた頃に人々はバーへ行き始めます。バーですね。まあ僕が行っていたのはロックバーと言われるところですね。ロックミュージック。と言っても色々なロックミュージックがあって、まあオールマンブラザーズバンドとか、レディオヘッドとか、 僕がその頃好きだった音楽ですねそしてあとはまあそうですねあそこの僕が行っていたバーでよくかかっていたのは「ルー・リード」とか「ヴェルベット・アンダー・グランド」「ザ・ドアーズ」もよくかかっていた気がするなんかちょっと懐かしい感じなんですよね懐かしいというのは僕とかそういう人僕たち にとって懐かしいというわけではなくてまあそこにまあ日本のまあ60年まあ村上春樹や村上龍といったまあ今70歳ぐらいの人たちがその頃50歳ぐらいでロックバーに行ってああ懐かしいね。 ローリングストーンズ聞きたいね。ザ・ドアーズ聞きたいね。ベルベットアンダーグラウンドルーリードいいね。といった感じ。なぜかビートルズはあまりかからない。ロックバーでビートルズを聞いたことはあまりないですね。ビートルズよりはザ・ローリングストーンズまあそういうロックバーが えー、居酒屋の次のレベルですねそしてロックバーの次のレベルが多分スナックだけど僕はスナックまで行ってない僕はスナックに行ったことがないスナックというのはね女の人がいるんですけどあの全然そのいわゆるキャバクラとか、えー、クラブとは違いますホステスクラブですね とは全然違うそれとは別にメイドカフェとかメイド喫茶とかなんかガールズバーとかまあいろいろあるんですけどそういうのはいわゆるちょっと僕にとっては邪道なぜ邪道邪道というのはちょっとなんか嫌な感じ悪い感じなぜ僕にとって邪道かというと目的が女の子になってるからですね僕がバーに行く目的は女の子ではない。 僕がバーに行く目的、それは、大人の時間。子供がいない場所。やっぱりね、大人ですよ、大人。僕はね、あの、大人の時間が好きなんですね。僕は自分のアドバンテージをフルに取る。ね、自分がアドバンテージを取ることを一番の目的に生きているわけですよ。もちろん、 弱い人とかもちろん自分がアドバンテージを取ったことによって他の人より「あ僕の方が強い」そんなことを言いたいわけではなく時に楽しいでしょ例えば大人だから大人が行く場所に集まって子供が行かないところに行って何が悪いんですか子供が行くとこ,こ例えばね僕が、あのー、公園に行ってほとんど公園なんて子供のために行くもんでしょまあ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 。 いろんな意見はありますけど僕は今日公園に行きましたその公園には子供たちが楽しそうに遊んでましたでまあ僕たち大人はねああもうガーディアンですよただの子供たちを見守る役目、ね、子供たちがあの楽しんでいるところにいるでもメインはやっぱ子供の場所でしょ公園なんて特にあの子供が遊ぶためのスライダー あ,のあれはなんていうのスライダーはえー、と滑り台とかブランコブランコはブランブランってなってるあれはなんていうのね英語だとわからないブランコ、えー、滑り台とかブランコがあるような場所は子供のためのものですね大人の僕はあ,ある意味アウトサイダーなわけですよア <laughs> ウトサイダーってでも例えばね飲み屋 夜お酒が飲める場所に行くと「いやー子供たち早く帰って寝なさいよ」「大学生早く帰って寝なさいよ」「ここは大人たちがジャックジャックなんでジャックって言ったのジャックジャック・ケルアックやおーいいですねジャック・ケルアックやウィリアムス・バローズそして村上龍の話をする場所ですから早く子供たちは帰って帰って帰って。帰って まあたまにはいいいいんじゃないですかねそういう夜があっても皆さん今日は大人のうだうだ話うだうだ話してましたねうだうだだらだら話していました大人のだらだら話うだうだ話に付き合ってくれてどうもありがとうございましたこれから僕はお酒を飲んでちょっと大人の雰囲気でローリングストーンズでも聞いて寝たいと思います皆さんは子供だったらビートルズでも聞いて 早くく寝てください大人だったら「ローリングストーンズ」でも聞いてちょっと夜長い時間を過ごしてください。それではまた。チャオチャオ。アスタ英ゴまたねまたねまたね。またねまたね